三党政治、三党、政治、三党政治は、共和制ローマ末期に現れた政治体制で、共和制から帝政に移行する間に生じた三人の実力者による加藤政治体制。非公式な政治同盟として成立した第一回三党政治と、正式な役職として成立した第二回三党政治がある。当時、三党政治。 トラインベラタスと呼ばれたのは、後者、第二回のみで、後世になってから遡って、前者、第一回の方も三党政治と呼ぶようになった。また、三人で政権運営等を行う体制のことをソビエト連邦において、トロイカ体制と呼んだ。これは、ロシアの三党立ての犬ぞりもしくは馬車をトロイカという、ことが語源であるとされるが、実際は、トロイカとは、 王のがであるこの呼び名は、野球チームにおいても用いられたことがある。1981年から1983年の、読売ジャイアンツ。トロイカ体制の故障もよく用いられる。ローマ共和国でも採用された。第一回三島政治は、ガイウス・ユリウス・カエサル、グナエウス・ポンペイウス、マルクス・リキニウス・クラッススの三者によって成立した。これは、 あくまで非公式なものであり、当時は三党政治、トラインベラタスという故障はなかった。オリエントを平定して外戦したポンペイウスは、元老院の対応に不満を持っていた。紀元前60年、カイサルは、失政官への当選を果たすために、ポンペイウス及び、ポンペイウスと不仲であった、騎士級、経済界を代表し、 スラハの重鎮でもあるクラッススの仲裁を図ると、共に三人の間の利害を一致させた。結果としてカイサルは、執政官に当選を果たし、三党政治が結成された。成分化された協定が結ばれたものではない。ポプラレス、民衆派として民衆から、絶大な支持を誇るカイサル、元軍団総司令官として、軍事力を背景に持つポンペウス。 経済力を有するクラッススの三者が手を組むことで、当時強大な政治力を持っていた元老院に対抗できる勢力を形成した。三人は、それぞれの権益を満たし、元老院への対抗勢力となったが、紀元前54年に、ポンペウスに嫁いだカエサルの娘ユリアが死去、紀元前53年にパルティア遠征に向かったクラッススが、 カルラエ戦いで敗死すると三党政治は崩壊し、紀元前52年に三党政治側の五民官、プブリウス・クロディウス・プルケルの殺害で、ポンペウスと元老院は互いに接近。紀元前49年にガリア戦争で成果を上げたカイサルを警戒して、元老院最終勧告を発令。カイサルは命令に従わず、軍団を率いて、イタリアへ侵攻、ローマ内戦が勃発した。 ファルサルスの戦いで敗れたポンペイウスは、紀元前48年にエジプトで暗殺され、他の元老院派もムンダの戦いで敗北し、ローマ内戦は終結したが、カイサルも紀元前44年に暗殺された。第二回三島政治は、カエサル暗殺後の動乱の中、いずれもカエサル派のガイウスユリウスカイサルオクタウィアヌス、マルクスアントニウス。 マルクス・アエミリウス・レピルスの三者に行って成立した。第一回とは異なり、トリウム入り、レイプブリカエ・コンスティクエンダエ・コンスラリポテスタテ、日本、語訳、コンスル、失政官としての力をもって、共和体制を強いるための三党、国家再建三人委員会など、の名称で正式な公職として成立した。当時、三党政治、トラインベラタスと呼ばれたのは、この第二回のみである。 終身独裁官となったカエサルが殺害されると、その後に権力を握ったのは、カエサルの後継者たちであった。その中で、カエサルの遺書で、後継者として指名されたオクタウィアヌス、カエサルの配下で、ガリア戦争やポンペイウスの内乱の鎮定などで、活躍したアントニウス、カエサルの副官で最高人議官のレピルスの3人が、組んで、第2回三党政治が展開された。3人は、 国家再建三人委員に就任した。アントニウスの政敵、マルクス・トゥッウス・キケロは、プロスクリプティオにより殺害され、カエサル暗殺の首謀者、マルクス・ユニウス・ブルトゥス、ガイウス・カッシウス・ロンギヌスは共に、フィリッピの戦いで三党を政治側に打たれるなど、共和制派の巨党を、次々と粛清していった。この三党体制は、 カエサルによる第一回三党体制が実力者同士の非公式の密約であったのと異なり、市民集会によって認定された正式な国家機関であった。しかし、そもそも元老院や共和派に対抗するための一時的な同盟関係という側面が強かったため、政敵が排除されると各自は次第に勢力を競い合うようになっていった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。